こちらは山形市のビッグウィングという催し物の会場に来ていますね。山形市は明日の5月の4日、このビッグウィングで山形市の成人式が開催されます。はい、ということで、どんな成人式会場なんでしょうということで行ってみましょう。本来だと1月に成人式って開催されるんですけど、まあ新型コロナウイルスの発生から1月の成人式が5月の成人式に変更になっています。新しい生活様式という単語が生まれて4年目に入るわけですが、おそらく5月8日の2類から5類に落ちるので、次年度これが5月の成人式になるか1月に戻るかまだ定かじゃありませんけど、ひょっとしたら今回が最後になるんじゃないかなと個人的には思っています。入念な準備がされてて、あとは開催を待つばかりという成人式会場でした。今年からは事前に申し込みいただいた親御さん、ご家族の方も中に入って様子を伺えるようです。新成人が2,000数百名、おそらく2000人弱の方が出席されると推測してますが、そのうち親の参加希望者のお声をいただいているのは250名程度だそうです。なので、前半後半に分かれての開催になるんで、120数名ぐらいですのご希望参加者の方が会場を伺いするような感じのようです。何事もなくね、非常に無事に、成人式が開催されるとは思います。で、おそらく、この5月成人というのが、おそらく今回のこの5類に落ちることによって、また普通の成人式に戻っていくんじゃなかろうかと、個人的には推測しています。はい、山形市は非常にこう、きめ細かいね、成人式の運営をしているので、まあ皆さんの賛同を得られるような形で、いろんなものが動いていくんだと思います。はい、ということで、会場よりレポートしてみました。